ではゼルダの伝説ブレスオブザワイルド続きやっていきたいと思います。前回はですね、果ての村っていうところにやってきまして、この祠を、攻略しました。ものすごく時間がかかりました。この村来たのはいいけども、どうすればいいんだろう。まず島潰します。今回は頑張って、村じゃ研究所まで行きたいんですよね。どうすればいいんだろう。こんにちは。はい。まあ。そうですよ。なんでしょう。困りごと。ちょっとなんか3番の月のが見える。はい。レイジに触って小さな手紙を入れて、3本を1本にし、それを整理しろ。海に進め。ああ。はい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 。マジか、財宝？コーラチャレンジ。っていうのがなんか出てきましたね。誰かいる。ただ立ってるよ。ロートリー村。全然わかんない。何言ってるかわかんないわ。ここ研究所。子供は夢すき引き返すべし。すべし。やっと来たよ。かまどは熱い。これ？お、なんかある。畑のくわ。失礼しまーす。こんにちは。はい。もしかしたらその服の、腰のものはシーカー。いや、間違いない。本物のシーカーストーンじゃないですか。そう、私は恥ずかしくない。実物見るの初めて。どんなアイテムが入ってるのか教えていただけると大変最高になる。ヒタロック。マグネキャッチ。リモコン爆弾、アイスメーカー。それから、アイテムは以上。基本アイテムが、何基本アイテムって。自己紹介を忘れていました。私はシモンと申します。あなたはリンクさんですよね。どうして名前を。インパ様から全てを聞いています。マジか。シーカーストーンを持った青年が現れたら力を貸してあげるようにと。海星の眠りがリンクであると。何所長、聞いてください。所長がいいの？所長の自己紹介がまだでした。ほう。ブリアさん？ブリア？うわぁ、ガキ？子供？見た目は少女なのですか。あ、本人に聞けと。バレたか。シモンじゃなくて私なのでした。ああ、もう全然ご対満足でどうのこうの。何かおかしい。私の方が覚えてないけど、誰だ、本当誰ですか。カイソンの袋まで連れてあげたのに、そして気づいたあったカイソンの眠りをつかしてて、それましか覚えてません。私の悪い癖。逆にそっちの何の質問は。子供ちっけな。あ、しっけな、しっけなってことはないか。しっけに失敗。ある意味成功。あ、どっち。実は上の日記帳に書き残したから恥ずかしながら読んではならぬ。あ、上の会議になんか、やってんのかな。あ、姫を救い出す。シーカーストーンをかけてる。基本アイテム復活する。お願いします。はぁ、あ、嘘だろ。もう、マジかよ。
金のついてないかまど、青い炎を持ってきて、そしたら、その、待て、草吉さん家の裏、高台にあるのが古代路。歩いて左から崖っぷちを歩いたらシーカーソンの望遠鏡で。は？もう一回。これか。アンチーズを開発。長いの。ああ、もう読めない。あ、なるほどね。もう大体もう予想ついたよ。あれか？よし、で、これを持って、もう一回登らないとダメなの。これを持って、消えてるし。よし。あ、走るときに、走ったら消える。ああ、なるほど。また地味な作業ですね。え、これ消えた？ああ、消えちゃったよ。マジか。で、よし！やった。すみません。なになになるの？嘘！は、こいつ！びっくりしたわー。新たな。写し絵。見えている景色は臨時に絵にする。写し取られたアルバムに保存される。ハイラル図鑑と連動しており、新種であれば自動に登録されていく便利機能付き。カメラやったことかな？うわー、すごい、なんだこれは。生き物とかいろいろあるけど。出来上がりどう？ちゃんと治ってる？大丈夫っぽい。私の絵に撮ってみて。嘘だろ。で、これを撮影保存。はい、どう写し絵で撮れそう。撮れました。多分撮れた。とにかくお前だよ。武将者だけど古い景色を写し、はい。姫の撮影場所に同行してたってこと、もう全然わかんない。何になるんですか？考えていたら古い景色を写し絵ってあんたの記憶でたどる手がかりかもし、なるかも。インパに相談してみる。インパって誰だっけ？古代の素材を回収してきて、何？私か古代の研究でロベリーに届け、ちょっと待った。とこう。
古代の素材で交換したいい、なんて書いてんの？いいことを調べる。古代の素材って何すか？アイテムパワーアップできる。シーカーセンサーのパワーアップなら、古代のネジ3個。リモコン爆弾なら、古代のシャフト3個。もう全然わからないね。もう一人の研究者。とか持ってたよな。お願いしまーす。シーカーセンサーの方がいいのかな。お願いしまーす。チェッキー。はい。誘導石。これでパワーアップしたらどうなるんでしょうね。その、なんて書いてある？強化されて試練の祠以外にも、ものも探せるようになった。探しているものに近づくと反応を示す。強く反応する方向へ向かえば探したものをたどり着ける。はいはいはい。はいはいはい、研究所の裏のポカポカ岳、ポカポカ岳、ちょっと待ってください。ポカポカ、ああなるほど、ありがとうございます。僕で、これか。L で保存したよ。おお。はいはい。はあ、写真撮っとこう。もう忘れそうだし。マップ、マップ。あ、違う違う違う。マップ。シーカーセンサー。一旦これを探すにしとけばいいのかな。あー、なるほど。一旦じゃあ、じゃあまたババアのとこ行かないとダメなのか。お邪魔しまーす。こんにちは。はあ。疲れたよ。あー、これでメイン終わったんだ。100年前のゼルダ様がおとりになった写し絵。100年前はこういう風になってたってこと？何何何？写し絵の地一箇所でも訪れることができたなら、またこう戻ってくるがいい。渡したいもん。マップか、マップで。これ。あ、もう全然わかんない。なーにこれ。めっちゃ、あ、なんだ？あ、なんていう、まあ一応メインもクリアしたし、こんなところにしましょうかね。では、次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。他の動画も見てくれれば嬉しいぜ。